ンチパスタート。私たちの領域ってお金が儲けっていうのをメインにゴールにしちゃうと悪いこといくらでもできちゃうんですよね。放射線医療総合研究所みたいなところに出向したんですけど、重粒子線サイドの物理側でデジタル広告に特化したサイバーセキュリティーツールですね。こら今の会社のビジョンは、Building a Safer and Happier Future with Automation って言って、あ、日本語で言えって言われてたんだ。はじめまして、スパイダーラブズの大月です。先週末、男の子を無事出産しました。スパイダーラブズは東京とリスボンに拠点を置くサイバーセキュリティのスタートアップです。自動化で安全でハッピーな未来をというビジョンのもと、主にデジタル広告の不正を取り締まっています。まずはアドフラウドとは何かというお話です。デジタル広告のビジネスモデルは、広告枠を何回クリックしたかに基づいて、そのオーナーに広告成果のお金が支払われます。これをボットなどを用い不正にクリックを行い広告成果を奪い取る手法、これをアドフラウドと言います。去年1年で世界で2.3 兆円がアドフラウドの被害に遭いました。これはお金だけの問題ではありません。グラフを見ていただくと、アドフラウドがとても労力やリスクが低く報酬が高いサイバー不正だということがわかります。さらにこういうことをする人たちは反社の人が多く、北米では FBI が実際に動いて検挙事例も出ています。2025年には 5.4 兆円の被害額になるそうです。つまりこのお金が世界中の反社に流れ、我々の生活を脅かすのです。スパイダー F はこのような問題を解決するソリューションです。スパイダー F の使い方をご紹介します。まず設定方法です。こちらのようなタグをサイトに、あなたのサイトに貼ってください。今後スパイダー F がアドフラウドを自動でブロックします。ブロックしたい広告を、広告プラットフォームを選んで連携します。今後スパイダー F があなたの広告を自動でブロックします。例えばこちらで3ステップでも誰でも簡単にスパイダー F を設定することができます。例えば皆さんの広告で、例えば広告が表示され、広告がクリックされます。で、広告がインストールされます。アプリがインストールされます。ところがデータを、こちらのデータを見てみてください。クリックをされていないのにインストールが発生しています。これはおかしいですよね。こちら海外のケースです。こんな映像を見たことありますか？たくさん並んだスマホが勝手に動いています。これはボットが操作し広告をクリックしているのです。またアクセス元の、データを見ていると、ボットはこのように周期的にアクセスします。これは人間ではないですよね。またアクセス元の端末がこのように日本で売られていないものばかりで、日本で売られている端末はとても高額で大量にこう購入するのは難しいからです。次は会員登録で起こるアドフラウドを見てみましょう。例えば皆さんがアカウントを作る際に入力フォームって長くて時間がかかりませんか？しかしこちらのデータを見ていただくと、ほとんど全てのユーザーが10秒以下で入力フォームを登録しています。こんなこと人間にできるでしょうか？スパイダー F は多くのクライアント様に評価していただいております。スマート HR の鈴木様に嬉しい言葉をいただいております。成果としては全体のディスプレイ広告コストのだいたい 6% ぐらいですかね、をスパイダー F 導入したことによって排除することができたかなというふうな結果だったかなと思ってます。ございましたときに、ダウンロードしたちょっと記憶がございませんっていうお話があったりもしたんですけど、そこに関しても3分の1ぐらいの、なんだろうな、確率にこう落ち着いてきているので、質の部分でも、効果は出てきてるかなっていうふうに感じてはいますね。競合との大きな違いは2つです。まずここ近年、モバイルアプリマーケットは大きく成長し、
そのサポートをすることはとても大事ですが、できている会社はとても少ないです。第2に、決定的に自動化し、人間のオペレーションコストを抑えることで、月額9万円からと気軽に試してもらえる価格にしました。直近1年で MRR、導入者数ともに順調に伸びていることが見ていただけると思います。今年、コロナの影響で4月に1回売上を落としたのですが、早い段階からマーケティング、営業開発のストラテジーを変更し、素早く成長速度を戻すことができました。このような成長のおかげで、今ではデイリーで8000万以上の IP にフラグを立て、50億以上のデータポイントを処理するグローバルでもトップクラスのサービスになりました。ところで、他の不正アクセスも防げませんか？とよく聞かれます。実際、スパイダー F のロジックで防げるものも多いので、来年頭にユーザー不正対策ツールをリリースします。皆様にもアカウントをハッキングされ、不正利用されたとか、あとは最近話題の転売だったり、GoTo キャンペーンのような報酬ポイント目的のアカウント不正複製みたいなもので困った経験はないでしょうか。そんな時はぜひ我々にお問い合わせください。皆様のビジネスドメインをお守りします。さて、私たちは今年コロナウイルスのため予期せぬ多くの変化がありました。しかし我々はこの環境の中でも MRR を2倍にし、個人的には私は3人目の子供を増やしました。我々はどんな環境でも成長し続けることができるチームです。史上最高のサイバーセキュリティ会社を目指します。ありがとうございます。